いらっしゃいませ。ビーンズバーママのキャサリンです。はーい、メシベです。バーテンダーのキムチです。金曜夕方6時オープンいたしました、ビーンズバー。お楽しみください。キャサリンママのちょこっと行ってきました。はい、前回だったかな、あの、日本経済大学のバラ園に、はい、あの、白鳥を見に行った話をしましたよね。はい、うん、で、あの、その時まだバラがまだ本当一部か二分咲きぐらいであんまり咲いてなかったので、2週間後ぐらいかな、5月になってしばらくしてバラが見ごろっていうぐらいの時にまた行ったんですよ、あの、チャリンコでね。まあ本当に綺麗に咲いてて、もう素晴らしかったですね。で、そこにね、あの、英国風カフェテリアローズっていう看板があったから、前の時もちょっと寄ってみようって言ってたんだけど、その前、白鳥見に行った時は、日曜だったか土曜だったか、とにかくお休みの日だったんですよ。だから、そのカフェテリアもお休みになってて、で、次に行った時は平日に行ったから、もうこんなにバラが素敵でね、英国風カフェテリアよって、で、名前がローズよ、これはやっぱ絶対行こうって言って、で、その美味しいお紅茶でもね、飲みながら、ちょっとしたそれこそクッキーとか英国風のもの、ああいうのをこうちょっと つまもうかなと思って、まあちょっと寄ったんですよ、なんかその看板通りにこちらっていう英国風カフェテリアローズっていうのをこう目指してずっと行っててね、なら、まあ、あの、学生会館みたいなところにあるんだけど、で、入っていったら普通に学食でしたそんでさ、なんかこうお紅茶とかコーヒーとかないのかなってメニューをしっかり見るんだけど、まあお安かったけどさ、なんかがっつり定食メニューがいっぱいあって、で、ちょうど昼時だったからね、学生さんがいっぱいいたんですよ。まあ、でも一般の人もいいですって言われたからな、でもなんか痩せるためにチャリンコでうろうろしてるのに、ここでがっつり学食食べてもねと思いながら、もう残念ながらお紅茶もなかったので、それ別のところとかじゃないの、カフェテリア裏にあるとか。いや、違う、そうみたいよ、っていうオチでした、でもね、学生さんいっぱい行って見てたら、我らのあそこ、ほら、ウクライナの留学生をたくさん受け入れてるじゃないですか。だから、まあ、それらしき綺麗な、ウクライナの女の人ってめちゃめちゃ綺麗ですよね、すごい綺麗なモデルさんみたいな人がいっぱいいたよ、あの学食に。もう日本経済大学って言ったら、太宰府になるの、筑陽学園のところですよね。続き学園、ね、あそこまでチャリで何分ぐらいかかるんですか。かなりあるよね1時間すごい、片道1時間弱ぐらいじゃない、1時間ぐらいかな。太ももムキムキじゃない、ね、チャリを漕いでたら太ももすごいもんね。ならないです。ならない、なんで、まだ通い町の方が遠いからさ、毎年通い町に行ってるんだけど。通い町もチャリで行くの？もちろん毎年すごい。通い町は、あの、空港抜けた後、空港の先をちょっと山登りしないといけないんですよ。裏道通るならそれこそ太宰府側からの山をぐーっと迂回していったらすごい距離があるから、ちょっと坂があるから、まあそれより、まあ、太宰府の方が山坂がまあ少ないかなって言って、まあそのローズガーデンとかそういう お庭みたいなところは、まあ、一般公開されてて、結構広いの。
結構広いっていうかね、うん、まあ一山分ぐらいなんだけど、うん、まあイングリッシュガーデンなんですね、本当。だから、うん、動線をすごい考えてあって、結構一周してこう歩いたら、結構なこう歩き応えのある山もあってね、山坂あってうまく作られてるんだけど、その面積的にはそうも大きくもないんじゃないかなと。でも大きなその白鳥がいるような池もあって、うん、池もあったね、でそれこそアヤメとか、あ、ハスか、うん、あれは、うん、ハスの花とかもこれから咲くような、うん、ちょっと沼地のような湿地もあって、うん、でちょっと小山になってるようなところがあって、その山と、うん、そのなんていうの、池の坂部分があるじゃないですか、斜面部分、うん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 、あそこにもまたこう上手に段組みされて、あのバラが植栽されてある。で上の方に行ったら、うん、それこそねブルータスの銅像とかね、うん、馬の像とか、なんか英国風のなんか彫刻じゃないけど彫像がこういくつかあって、バラがこういろんな種類のバラが植わってますよ。そうなんですね、うん、まあ穴場ちゃいえば穴場、穴場 ね、うん、ね、と思いますね。もう過ぎたかな、バラ、バラはもう、もう終わりじゃないかな、ね、そろそろ ね、私が行った時がちょうど八分咲きかな、うん、でもこれから咲くようなやつもあったけど、ね、うん、勝負とかあやめとかもあるんかね、勝負あやめもあるんじゃない、今からか ね、 かな。はい、ということで、はい、日本経済大学のイングリッシュガーデンそうですですね、ママのインスタを見ていただくと、うん、あの写真を ね綺麗な写真を見れると思います、うん、はい、また今日いっぱいあげましょうね、またローズをねよろしくローズを、ローズバラ好きな人多いよね結構ね、うん、いやいや、ローズあげるとさ、バラあげるとね、うん、インスタのほら、うん、その後こう、これもおすすめじゃないけど、次々に出てくるのみんなバラだらけそうそう、でもまあね、うん、育てるのも好きな人いるし、まあ、見るだけの人もいるし、いろいろ皆さんまだまだ花盛りということで、はい、イングリッシュガーデンのお話でした。はい、皆さんこんばんは。本日もビーンズバーをお聞きいただきましてありがとうございます。まあ5月も終わりに近づいておりますね。まあ5月の頭母の日でございましたが、はい、今年はどうでした？待ちに待って、おやめちゃんはからいただきました。やはり息子たちはしれっとしてました。でもやっぱり女の子はねすごいよね、うん、さすが女の子はね、女の子はちゃんとしてくれる、さすが。でも今なんか便利みたいよ、あのうちの子はほら、うんうん、まあ、去年と同じ、うん、なんだっけ、ラベンダー、ね、そうそう、ラベンダーの、 あのお孫ちゃんの写真を入れたちっちゃなカレンダーなんですよね、うん、はいはいはい、去年もそうだったんだけど、うん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 、だからそれって、うん、まあ送られてくるんだけど、うん、そういうセットになってる、うん、そうそうそう、だいたいね、でそこに写真をとにかくこういくつかこうピックアップしてポーンって、うん、送ったら送るじゃないですか、うん、その中からいいのをまた寄って、うん、あのちゃんと印刷して、うん、であのラベンダーとセットで送ってくるんだけど、うん、それも多分定期で頼めば、うん、忘れてても毎年来るようになるんじゃないかなと思うけどそこはまあ忘れてなくてもっていうか、うん、特に定期でしてなくても一度頼んだら今年もいかがですかってやっぱり来るじゃないですか。そう、ね、だからもうぜひあの若い方でお忙しい方ね、うんうんうん、はそういうのを利用したらいいんじゃないかなと思う。そうね、でも大概ネット注文だと思うよ、うんね、うん、その辺でほらお年寄りはどうしてもさ、うん、どっかに買いに行くけど、うん、大体ピチピチで選んでるっていう
そうなの、ね、うん、いやだからその選ぶのにさ、うん、どうしようかなとか迷いよったらまたほらそう迷ってるうちに過ぎちゃうからね、もう毎年これって決めてたら、うんうんうん、あのもらう方もあ今年もまた来たじゃないけど、うん、その去年のカレンダーと見比べるわけですよ、うん、大きくなったねとかね、うん、同じ5月はね、うんうん、あのちょうどそのなんて5月の節句の、うんうんうん、あの写真なんだけど、うん、去年のは上の子の子ど、うん、この節句の写真で、うんうん、今年は下の子の節句の写真でちょうど孫2人が1歳違いなのね、1つ違いだからちょうどこう同じような顔して同じような格好して違う子なんだけど、うんうん、あこうやって見たら、まあ、いとこになるじゃないですか、うんうん、似てるねとか言いながらやっぱりね、そういう楽しみもあるから、うんうん、いいね、うん、すごくいい、ね、そ, そんでメシベイチのそうそうよ去年マリオなんかブツブツ言ってました、ね、ブツブツ言ってたけどさすがにね、うん、あのお嫁ちゃんほらあのスイーツが好きでしょみんな、はい、おばさんたちみんなスイーツが好きでしょ、うんうん、なんかジュレのジュレあのゼリーだけど、うん、ジュレどこごされて言えばジュレ、ね、ジュレのセット、うん、いただきました。持ってきてくれたの、うん、送ってきた あのね、うん、あのちょっと実家に帰ったので一緒に、うん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 、でちょうど母の日に来て、うんうん、その日泊まって次の日に実家に帰ったので、うん、はい母の日だからって言ってね笑っちゃった嬉しかった嬉しいもんですね嬉しかった。でそのジュレをね、うん、なんかいろいろ種類があるでしょ、うん、6つぐらい入ってて冷蔵庫に入れたわけ、うん、で次の日にねまた長男いやいや長男が1個食べてたどうしてあの美味しいものってさ、うん、聞く前に食べるじゃんねなんかほらあの普通の食べ物は聞いて、うん、あいい食べて俺もみたいな感じ言うけど、うん、美味しいものはもう、うん、あの強引に食べるよね。そうムーンは食べてなかった。いやムーンはね、うん、食べていいとってまたいい。あすぐ聞いた。あの人聞きます、ね、聞きます。うん、よかった、ね。いやそれはあの日にもらったじゃけんって言って。そうだった。いや私はまだリクエストしてたので。ねリクエストしたらね。リクエスト通りに。いやでもちょっとあの時期が遅れたんですよ。うんうん、だからあ今年じゃなくてもあ誕生日かなとか。父の日かなとかいろいろ思ってたんですけど、あの買いに行くのが遅くなったのかな、いや分かんない、その事情は分からないんですけど、あのサプライズ的になったので、あのうーん小踊りしましたね私小踊りちょっとガクってなってた時にね、いやいやもらったら嬉しいよね。いやその時にほらね思いも本当によらなかったから、もう小踊りしてへーへーへーって踊ってましたね。だってこういうものってさ、もらえないからどうのじゃないやん。そうですよ、もらえないから一人で怒るとかじゃないやん。ない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 、それはない、はいはい、いただけませんでしたになるけ なるけどね、やっぱりもらったら嬉しいよね。今年もね、よしございましたオクラちゃん、すいません、いいえ、今日間に合った間に合った、ね、遅刻しましたけどみんな飲み物飲み物言ってたんだけど、ここがでしょ、ああちょっと入ってる、スイッチ入ってる、はい、入ってます、はい、ありがとうございます。いや今母の日の話をしてたんですけどどうだった、残念ああそう本当、はあうん、あでもそうか、うん、今一緒にいるのはいるんか、一緒にいますいますけど、うん、その、うん、なんちゃらっていうのは全然なかったです、うん、ありがとうぐらいで、あそうなの、言葉ではちゃんと、うん、すごいね、でもねその言葉があるっていうこともまた、言葉お小遣いが今なかったんじゃない、うん、あらそっちですか、ね、そうかもしれない、ご飯作ってはくれなかった、ね、もうそこはなかったですね、うん、なかったなかった、今なんか忙しいんかね、多分本人も、うん、余裕が ないんじゃないかな、まだそうよ、ね、生活にそういう時あるもんね、うん、まあ、新大学生、そうそう新、そうですそうです、もう自分のことでいっぱいいっぱいやるもん、うん、多分5月4月5月、そう、それをそれこそね、昨日ちょうど娘と一緒にこういろいろ2人で話すことがあって、いろいろ話しよったら、うん、あのなんかもう通学がきついってずっと言ってました、もう2時間かかるから、やっぱあの便が悪くて、
そう、うん、なので2時間かかる県、そこがもうなんかやっぱ一番ネックっていうのを言ってました。よその県まで行ってんの？うにゃうにゃ福岡県福岡県です。あの、どこ早良区の方なんですけど、だけそんなにかかる？こう中川からだったら、やっぱバスでしょ。あ、交通でね。交通の、そうなんですよ。じゃあもう免許取るしかない。で、それがね、免許をね、取れるんですけど、学校にさ、学校の駐車場がね、今度いっぱいなんですよ。ダメなの？いやいや、OK なんですよ。OK なんですよ。でも学校のね、駐車場がいっぱいで、そう、もういっぱいで、今期はもうね、ダメって言われたつって言われて。そうなったら近郊で探すしかなくなるから。駐車場 ね、うん、だけまあそこの手段もあってもいいのかなと思いながら。そう、ね、うん、免許は取ったの？一応ね、ま、卒業はできたんですけど、うん、あれ平日だけなんでしょ今、花畑の自動車学校の試験です。あ、うんうん、土日がないから、うん、だけもう夏休みにしか多分もう取れないんですよ。だけ相当時間あるんですよ。 あんだけ一生懸命ガーッて行ったけど、ね、うん、下手くそになるやん、ね、そうなんですよ。だけ2回だけそれ言いよったんですよ、うん、めっちゃできんことなるやんって言ってて、うん、うん、だけまた取ったらどっかで駐車場でこう、ね、うん、そうね、そうなんですよ。だけちょっとかわいそうやなってか、はっきり言って。そしたらでもまた車も買ってあげなきゃいけなくなる。そうなんです、維持費がめっちゃかかるよねって言って大変だ、ね、だってそれがあの、ね、自動車保険がびっくりすることに高い、高いと高いわね、若い人高い、うん、若い人高い、10代は特にでもしょうがないじゃんね、入っとかないと、まあ、あと2年ぐらいが我慢するから、ね、そうそう言われました。あと2年、21になったらだいぶ下がってくるけって。もうだって予想外ですよ、あのその金額聞いて、そんな上がるとって言って本当、あ、親子で入ってもね、うん、そうなんですよ。なんか今家族割、家族で割り、ね、あるもんね、がなんか家族割がね、それなんか多分入っとうのかなんかによるんでしょうね。家族限定が今できんらしいんですよ。ないって言ってた。だけど自分の入っと保険の枠組みが多分そうならないところに入ってると思うんですよね。そうそう、別居してたらいいんだけどね。うん、ね、うん、そう、もうびっくり。まあでもいろいろ考えてやると、うん、ね、いいかもしれない、ね。そうそうそうなんですよね。でも通学費にしても高くなるもんね。車の方がいいよね。そう、多分車の方が楽だと思う。30分ぐらいしかかかる。そう、30分山越えして、そう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 、そう、そうなんですよ、ね、絶対向こうのが楽なので。でまあ途中まででもいいじゃん、バスの便がいいと。でそこで駐車場借りて、そうか、そういう手もあるね。そうよね、あの中央、あっちの方に行くと高くなるかもしれんけど、ね、だからそんなのもあるよね。そういう手もあるよね、地下鉄を、沿線とか、例えばとかで、うんうんうん、そっか、そこを考えてこととかね、うんうん、あっちの辺で借りてとかね、うんうん、いうのもあるね。まあまあ、ああ本当にいいこと聞いた、よかった、うん、じゃあもうさ、車はさ、うん、今リースみたいなのもあるじゃん、安いの、うんうん、かリースっていうか、なんか月1万ちょっとぐらいでとかね、うんうん、まあ、保険代は高いかもしれない、うん、そう。だけんさ、変な話、うん、一人暮らしを早めないけんかもしれんねとか言って言いよったんですよ。暮らしさせるぐらいならもう車買ってやったほうがいいね。一人暮らしじゃん。一人暮らしされたがいいと思う。あらあら、どっち？どっちみち暮らすとなるともう、うん、家賃から何からすごく高くなる。どっちみちね、3年になったらもう実習になるから、うん、もうあのもう2年までやねって言ってたんですよ。3年、うん、だけ2年の半ばぐらいからはもう多分一人暮らしさせるように、うん、そう。しようかねとか言って思ってて、ただそれが早まったぐらいかなって。早まった方がいいじゃない。あのなんかうちの下の子なんかさ、4年生過ぎぐらいから、まあだいぶ一人暮らししてたんだけど、もう4年とか大学院になった時はほぼ大学に通わないかなんかになって、結局もういいやとか言って帰ってきたよ。帰ってきたと逆に、そうなんですか。もうほら
じゃ順調に単位取ってたら4年生とかもほぼ大学行かなくていいみたいで、だからなんか資格系の学校なんですよ。そうそうそう、実習が入るとやっぱもう逆に帰れなくなるのかな。実習の時はね、大学に泊まりよったの人、なんか寝袋持って、すごいな、みんなそうやってみんなそうやってるとかやってきとったんや、はあ、そういうことなんだ。なんか多分その実習が入ったら そんなもうめっちゃ帰るの遅いって言ってました、うん、もう報告したりとかしないといけないから、うん、で期限が決まってて、なんかバーって集中してやらないといけないことがあるからね、うんうんうん、1週間とか、うん、な2週間とかさ、その期間は、うんうん、もうほぼみんななんか雑魚寝状態、寝袋を持って泊まってた、たまにこう帰ってくるんだけどみたいな、まあ、そんな感じでしたよ。大学の思い出なんですよね、それも、それも楽しみのね、楽しい、楽しい、青春よね、そうやね、ね、今私たちはそうやね、ね、そうやね、したかったね、そんな多分ね、多分今やけそげやって本人たちね、うん、必死だったんだよね、どうしようかってね、今やばいよけどさ、青春やねとかって本人たちは嫌やったかもしれない必死だったと思うよほら、私たちも劇団でしたらいいじゃない、うん、あ、そうよ、もう追い詰めて追い詰めて、ね、うん、泊まりがけて、で、うん、徹夜で寝袋、じゃあ今日は行くよ寝袋みたいな、そう、うん、ね、うん、泊まる泊まるほどすげえみんな若くない、そこすごいね、布団が変われば寝れない状態、次の日稽古にならんね、そうそう、腰が痛いとかそう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 ねそうね、寝袋でも何年も寝てないな、そう、うちもいっぱい、うん、ない結構あるんだけど、あ、寝てない、とそれこそ寝袋は戸袋にある戸袋あ時々手首干し寄せないから本当に、もう1年に1回ぐらい出してきてね、洗って干すは干すけど、うん、そう、ね、使ってないな、山県に行くときには寝袋持ってって、あ、そうですね、そうか、そうか、うちの家で、うちの家の2階で寝袋でじゃあそうさせていただこうかなサイクリングセンターに予約しなくていいかな、いいです、うちの家があります、よかったよかったね、で恩返しになんかね、うん、修理をさすが、うん、すいません、ジンさんこの部分をお願いしますねえ、まあまあなんで、うん、母の日の話からこの、ね、いや、やっぱね、子供がね、うん、そういう時期になるとまた違う悩みが出てきて ね、うん、通り過ぎてきましたけど、ね、私たちびっくりしました ね、うん、まあ本人がいい、まあね、いい方法で ね、うんうん、ね、いけばね、本当、うん、ね、私なんか女の子だから、まあその子にもよると思うけど、うん、あんまり外に出したくないっていうのもね、うん、あって、なんかやっぱ危険じゃないかなって思ってしまう、なんか心配しそうなんですよ、そうそう、うん、男の子はやっぱ出た方がいいなってね、うん、思いますけどね、まあ、そういう心配もあるやろ、うん、そうなんですよ、ちゃんとなんかとりあえずいろんそこもあるけど、あのセキュリティがちゃんとしとうところに、うん、やっぱり入れさせたいなって思うんですよ、こういう二人の話をか昔のねえ、なんかさ、もう覗いとったのか、ね、怖いじゃないですか、つけられたりとかするもん、ね、だけんさ、うん、それもあるね、うん、だけんちゃんとしとうところでもちゃんとしとうところとかあるっちゃろっかとか思いながら、ちゃんとしてるとこは高いよ、そ そうね高いね、まあまあ、どんぐらい高いかもけどさ怖いね、なんかそうだね、そういう心配もある、うん、7個は心配、うん、でもしっかりしてそうじゃない、いや、しっかり見た目はしっかりしとうように、外面はいいかもしれんけど、うん、結構ね、この中は子供ですよね、まだまだオクラちゃんがね、うん、そうですよ、小離れしない、小離れ本当よ、できないかもしれないですけどね、うん、ということで母の日みんな無事に終えることができました、うん、来月は父の日、
がありますのでね、皆さんお忘れないように父の日ね。結構、ね、忘れがちですよね。私はあのもう父の日も母の日も誕生日も全部ひっくるめていただきましたので、もうあそうなの、そうなん、もうあれ十分、もうあれで十分なんです。二人で使ってくださいみたいなやつ、だってお家にあるわけですから、ね、だよね。あそうですよ、私だけがソーダ作るわけじゃない、ね、そういう冷蔵庫にソーダ入れとって飲んでいいかどうかいちいち聞かないといけないわけじゃないねえ、そうだ、私がもらったとよって言われた。そうそうそう、いや違います、あれみんな、みんなあ、じゃあ共有やね。そう、共有、なんかちょっと味見したいよね。うん、このもできる、美味しいよね、美味しい美味しい、普通にできる、強強炭酸、そう、それしてほしい、うん、現役持ってくるけ、次回は、いいじゃん、それ自信ね、それで、あ、お願いします、やったやったバーテンダーですか、そうや、バーテンダー、それ機械をここで持ってきてこうとか、あ、それでも、あ、それしてもらいたい、電気とかないんで、ね、そんな大きくないっちゃろ、いや結構大きい、結構大きいな、重たくはない、うん、あ、コーヒーメーカーぐらいな感じ、あ、もっと大きい、いやいや、コーヒーメーカーより高さがある、高さが高さがあるんだ、でも持ってくるとなると大変よね、いやいや何もいらん、駐車場からここまで車だからね、お持ちいたしましょう、どんな風にしてできるのかを見てもらいましょう、嬉しい、初めて見るなんですね、でもこの頃ちょっと今日もそうなんだけど、マスクが熱くなってきましたけど、うん、暑いやっぱ、うん、これ真夏大丈夫かな、大丈夫ひっくり返るこれ、これあの次ねママが、うん、あのオクラちゃんにちょっと聞きたいことがあるらしいんです、あら本当、このマスク事情、うん、事情に関してね、それこそ学校ではどうなってるのかなと思って学校ですよ、もう卒業したか、うんうん、そうか、でも学校してますよ、やっぱ彼女たち、うん、小中学昨日か、うん、なんか中学校体育祭があってて、ね、うん、当てました当てました、何中ね、しとったみんなそこまで見てない、そこ見てないね、生きよお母さんとかお父さんたちはみんなしてました、するときはどうなんやろうと思って、うん、あでもね小学校のね、うん、先生のお客さんに聞いたら、うん、もうね走るときとかあれやったら取ってもいいよとか言って、いいよけどやっぱ取らないみたいなことは言ってました、うん、ねえ、うん、癖になってるよね、うん、つけてることに癖になってる、うん、もうは外していいよって言われて外す、うん、うん、私外 す, 私も外す、暑いもん、だって暑いもん、呼吸困難になるもん、うん、なんかねかテレビのニュースとかではね、うん、あの結構外してもいいですよとか言ってるけど、うん、なかなかみんな外さないから、うん、やっぱ、うん、日本人は政府が大々的にもういりませんとかなんか言わないと、うん、そう、外さないよねっていうのは出てましたね、うん、なんか外したらちょっとこうなんか周りに何か言われそうでね、まあ、なんか大勢人が集まってるところだけはちょっとしときたい気はするね、でもまあお外でなんか遊んだりするときは、うん、取っていいんじゃないかなって、うん、ね、あでも散歩しててもみんなしてるもんね、でも撮ったよ私も散歩の時は、だからやっぱ屋外はもう外してもいいって誰かが言ってくれないとやっぱ外さないよ、うん、真面目やし、だってエレベーターだってさ、やっぱりあの時寄ったじゃないですか、うん、みんなやっぱ左に寄ってますもん、 あのエレベーターマナーのやつね、うんうん、だけん、あーそうなんや、まあ、このまましばらくみんなマスク、うん、なかなかね、下まま行くっちゃろうね、チャリでほら走るときママは外してるんですか、マスクしてますよ、あマジ、もちろん、自転車なのに、ま、これからちょっとあれか、私なんかねすごい格好してるよ、サングラスかけてあの何日差しのあるサンバイザーで、はいはい、その上にヘルメットかぶって、うん、でマスクこうこう愛して、もうだからね顔の部分こう見えてる部分が本当にね、うん、すごいちょろっとしてる、ね、10% 未満かもしれない、そうマスクしててメガネしたら曇りませんか、いやいや走ってる時は大丈夫、あ大丈夫なんだ、うん、止まったら止まったらねあってあなるけど、そっか走ってる時はもう風がずっと当たるので、逆にいろんな粉塵っていうとかこうかからなくていいのかな、うん、マスクは、ね、まあ、あそれもあるし私は焼けたくないから、ああだからマスクをするか
それこそあのなんていうのイスラム教の女の人、うん、あれが、ね、あれが、ね、あれはでもあれいいよね、うん、あれいいベロって長いやつ、そうそう長いやつよだれかけみたいなやつや、うん、首までずっとぶわっとな、あれは通気性があるので、うんうん、あれは大丈夫、だからそれをこうずっとこうしてて、うん、だからそれもだからだいぶ前からしてるんだけど、うん、そのコロナになる以前はね、うんうん、なんかちょっとみんな変な顔して見るわけ、うんうんうん、なんちゅうわかるわかる、うんうん、なんか顔隠しまくってサングラスもして、うんうん、こんなこうしてって、うんうん、だって見よったの今コロナが始まってからほらみんなこうしてるじゃないですか、うんうん、マスクしてるじゃないですか、うんうん、だからその格好がね、うん、怪しくなくなってる、普通にポッポッあーマスクの代わりにあの人はこう、うん、こうしとんやなってね、口を覆うベールをしてみたいな感じになるから、うん、すごいそれがこう、うん、ポピュラーというか、まあ レギュラーというか、うん、普通にな異常じゃなくなってきた、うん、前はね二度見とかされよったでしょ、異常な人を見るような目でね、うんうんうん、よくこうちょっと信号で止まったりした時とかね、わ、うんうん、かる、うん、分かる分かる、はぁみたいな顔して、ね、よく覗かれてましたけど、うんうん、まあ、マスクもじゃあ衣替えをそろそろね、うん、していくということで、皆さんやっぱこう熱中症とかにもまたなるので、まあまあ本当気をつけて、はい、まあ、イスラムの方に変えてくださいね、そっちの方のがいいと思う、うん、イスラムの方に変えていただきたいと思います、うん、はい、じゃあ今日はこの辺でまたねどんどん暑くなってくるからさ、うん、みんなどういう風にねこのここをね、うん、するのかなっていうのもあるから、まあ、お気をつけいただきたいと思っております、はい、ではでは来週もご来店お待ちしております。ありがとうございました。分かんない、ちゃんと計算せないからね。そうなんですよ、めっちゃお金かかりやすいからかとかね、うん、でしょ、ほら。